コールの損傷部分枚カンコール襲撃事件は2000年10月12日に発生した国際テロ組織アルカイラによるアメリカ海軍所属のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦コールに対する自爆攻撃である。コールを運搬中の重量物運搬船ブルーマーリン2000年10月12日ミサイル駆逐艦コールは定時燃料補給のためイエメンのアデン港に停泊中であった。 9時30分に経流作業を完了し、燃料補給は10時30分に開始された。現地時間11時18分、小型ボートが缶の左舷に接近し、自爆した。爆発によって左舷 22X18 メートルの波高が生じ、艦は大きく損傷した。これにより大量の浸水が発生したものの、ダメージコントロールの努力によりその日の晩までに、 機関部への浸水を食い止めることに成功したが、完全に浸水を止めるには3日間を要した。浸水を食い止めた後に、ダイバーが船体を検査したが、流骨の損傷は認められなかった。自爆攻撃は2名のテロリスト、イブラヒム・アル・サウアとアブドラ・アルミサワによって行われた。彼らは、オサマ・ビンラディンの率いる、テロ組織、アルカアイダのメンバーであった。アルカアイダは、 同年1月3日に同じアデン港でミサイル駆逐艦ザ・サリバンズを同様の自爆攻撃で撃沈する予定であったがボートに搭載した爆薬の量が多すぎて失敗していたそのためマレーシアのクアラルンプールで1月5日から極秘裏に行われたアルカイダの最高指導会議で改めて計画が策定された攻撃は ガラス繊維強化プラスチック製の小型ボートを用い、被害の規模から算定されたところでは、約 180kg から 320kg の爆薬を搭載しており、爆薬は成形作薬として加工されていたと推定されている。この自爆攻撃により17名の水兵が死亡し、39名が爆風で負傷した。負傷者はドイツのラムシュタイン空軍基地にある、 ラントシュトゥール戦意医療センターに搬送され、その後本国へ帰還した。ミサイル駆逐艦、ドナルド・クック及びミサイルフリーゲート、ハウズが全速力でその日の午後にアデン港に到着し、修理と兵舘援助を行った。艦隊公用衛星、カターバ、高速戦闘支援艦、カムデン、ドック型揚陸艦、アンカレッジ、ドック型輸送揚陸艦、ダルース、 教習用陸艦、タラワが数日内にアデン港に到着し、監視交代要員の提供、港内のセキュリティ、補修設備の提供、コール乗組員のための食料、宿泊設備の提供を行った。コールは、ノルウェーの重量物運搬船、ブルーマーリンによってアデン港から搬送された。艦は2000年12月24日にミシシッピ州パスカグーラに到着して、 大規模修理が施され、2003年に復帰した。コールは、イージュスシステムを搭載したミサイル駆逐艦であったが、自爆用小型ボートなどの民間儀装船は、優れたレーダーを持つ大型艦にも接近攻撃が可能であることが認識され、沿海域戦等においては安価な武器でも高価格、高性能な艦に近寄り、大きな損害を与えうる危険性があり、イージュス艦の盲点が浮き彫りにされた。 このような偽装小型ボートに対しての回避性は、高額大型な艦艇よりも小型艦が有利である。ことも認められ、小型かつ低コストで量産可能な沿海域戦闘艦が研究され、実証試験された。バードンオブプルーフ。 cnnhttp コロンスラッシュスラッシュ transcripts.cnn.com スラッシュ transcripts スラッシュ0010スラッシュ18スラッシュ pp.00.html 2017年8月21日閲覧これは、チープキルと名付けられた。ありがとうございます。